ちら ZPF、 ZPF です。通信してください。あ、通信。はい、こちらは桐作高校です。通信できてよかった。今そちらに救援物資を送りました。え、誰かが要請しましたか？これはこちらからの差し入れよ。ありがとうございます。まもなく到着するはずです。頑張って生き抜いて。はい。あ、救援物資届いたのかな。ゾンビに取られる前に取りに行かないと。私が。リロード。リロード。次から次へとリロード。リロード。リロード。また敵が。リロード。リロード。あと10体。リロード。まだ出てくるの？消えて！リロード。リロード。武器だ。どんな武器なんだろう。でも使わずに済んだらそれに越したことはないんだけど。
なんかゾンゾンと戦うのも飽きてきたな。そうだ、気分転換に何か救援物資を送ってもらおうかなっと。こちら ZPF、 こちら ZPF、 通信をどうぞ。もしもし、こちらは霧作高校の姫路まややです。何か小粋な救援物資をお願いします。救援物資ですね。わかりました、これからドローンを飛ばします。気に入るといいのだけど。アンナさんありがとう、待ってます。おっと、もう来たんだ。仕事早いな。それじゃお楽しみ箱の回収にレッツゴー。回収ならマヤヤにお任せ。またゾンゾンだ。セーフ。行くよ。これマヤヤも。まだまだ行くよ。マヤヤと遊びたいの？マヤヤと遊びたいの？バイバイ、拾った。行くよ。おお、セーフ。拾った。なんてね。スマホがあったら。行くよ。まだまだ行くよ。疲れた。これでゾンゾンを思いっきり叩きのめしちゃおう。イエーイ、新しい武器だ。
ガールゾンビハンター。あー、なんか暇だわ。面白いことないかな。そうだ、こういう時こそお取り寄せだ。こちらポット PF、 こちらポット PF、 通信をどうぞ。どうも、霧崎高校の姫路まややです。救援物資が欲しいんですけど、いいですか？わかりました。ではこれからドローンに乗せて送りますね。ありがとう、アンナさん大好き。来た来た、そう張り切って取りに行くよ。回収ならマヤヤにお任せか。トーン、
これアヤよ。ホームラン。まだまだ行くよ。気持ちいい。あれ？なんだろう、このメモリースティック。ZPFTS って書いてありますわね。TS。まさか、トップシークレット？すごいじゃん！マヤヤちゃん、早く開いてみて！うん。ありゃ、パスワード必要だよ。なんとかならない？確かパスワード破るアプリがどこかに。あった！起動！なんか変な数式が出てきたけど。ロック厳重だな。でもマヤヤに解けないロックはない。上条先輩、なんで黙ってるんですか？やっぱりまずいですよ。そうですわよ。ZPF の機密なんか見てしまったら。いや、実はな、一緒にコンテナに入ってたこの紙を見てくれ。暇つぶしに作った暗号ゲームです。楽しんでね、アンナ。だそうだ。なんで二人に教えないんです？いや、二人があまりに楽しそうだから教えない方がいいと思ってな。ああ、もう、なんでこの式で開かないかな。頑張って、マヤヤちゃん。 ZPF の機密なんてそうは見られないよ。わかってる。イメージマヤヤ様の実力見せちゃるけんね。確かに知らぬが仏というやつですわね。ゾンビハンター。そうだ、そろそろ救援物資をお願いしようかな。こちら ZPF、 こちら ZPF、 通信をどうぞ。
切り裂く高校です。救援物資をお願いします。わかりました。ドローンによる投下を行います。はい、ありがとうございます。あ、今の音、救援物資が来たのかも。取りに行かなくちゃ。私たち全員生き残るよ。やったー、これでよし。これでよし。いいもの見つけた。これでよし。これでよし。やったー。貫け。これでよし。やったー。これでよし。いいものに受けた。これでよし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 。貫け。ガンガン行くよ。これでよし。これでよし。あと1分。これでよし。これでよし。聞いたが、ええ、そうです。すーごく強いんですよ。アキハ元五郎丸、剣道、薙刀、柔道、空手、弓道、ありとあらゆる武道に通ずる、まさに究極達人ですわね。え、何それ、地球最強の生物ってこと？金崎さん、よく知ってますね。私も心得がありますので、ご孔明は金がね。
私は武道には疎いが、達人ゲンゴロウ丸の名は聞き及んでいる。きっと素晴らしい方なのだろう。そうですね、武道においては。私がお風呂に入ってると一緒に入ろうとするのはやめてほしいですけど。は？私それもやめてほしいけど、ふんどし姿で家の中歩くのもやめてほしい。うわ、完全にデリカシーのないじいさんじゃん。おやめになって。うちのおじいちゃん困っちゃうよね話で達人を貶めるのはおやめになってちょうだい。聞きたくなかった。